どんぐらいあったっけな。これ悩むな。このコメント聞いて、もう思わず行きたくなりました。今、動画だから話せれる僕の、まあ、今の現状を話そうと思います。皆さん、こんにちは。ひろげです。はい。皆さん、お待たせしました。ほぼ1年ぶりのひろげの質問コーナーです。はい、まあそういうわけです。はい、ほぼ1年ぶりの質問コーナーの時間がやってまいりました。今回結構いろんな質問をいただいたので答えたいと思います。今回は3人の方々がそれぞれ3つずつ質問をくださいました。というわけで答えていきます。まず1つ目、ひろげさんが持っているミニフィギュアシリーズはどのくらいですか。どのくらいあったっけな。まあとりあえず家にあるミニフィグを全部この机に置きます。どうぞ。はい、僕が今持っているレゴのミニフィグは全部で、何体ぐらいだろう。まあ、とりあえず何体持ってるか一体ずつ数えていきます。はい、ということで全部数え終わりました。僕が持っているミニフィグは221体です。まあ、数えるとき200体はあるかなって思ってたんですけど、221体もありました。ちなみに中にはミニフィグと加算しないものもあるので、それを含めたら228体はあります。思ってたより多かったです。では同じ人からの質問いきます。ひろげさんが好きなレゴシリーズトップ3は何ですか。レゴシリーズトップ3か、まあ、強いて言うなら3位がレゴマリオで、2位がレゴクリエイター、1位がレゴスターウォーズです。まあレゴスターウォーズが1位の理由は、僕はスターウォーズが好きなのもあるのと、あとはレゴスターウォーズの出来が本当に高いということですかね。それを踏まえたらやっぱ1番がレゴスターウォーズです。2位のレゴクリエイターに関しては結構好きだからですかね。まあレゴマリオに関しては僕自身もマリオシリーズ好きなのもあるのですけど、レゴクリエイターとスターウォーズと比べちゃうと、どっちかっていうとやっぱクリエイターとスターウォーズの方が上なので、レゴマリオは3位ですね。最後の質問、ひろげさんはゲームはいつも何をやっていますか。あ、やってるゲームか、これ悩むな。ちなみに今僕プレ4でフォールガイズにまあハマってます。でスイッチはアツモリやって、あとはファミコンのパネポンやって、ドンキーコングやって、ファミコンはドクターマリオとマリオシリーズやって、スマホゲームに関してはまあモンストはまあ飽きちゃって今ログイン勢で、今どっちかって言ったら東方ロストワードとデュエルマスターズプレイスとバンドリにハマってます。ちなみにギター買った理由なんですけど、バンドリにハマったわけじゃなくて元から欲しかったので買いました。でそっからバンドリにハマりました。では次の質問に参ります。なぜ建築家になろうと思った。これは話せばまあ長くなりますね。まあ大まかな理由としたら、有吉ゼミの坂上忍家を買うで、あ、この家すげえなってなって、これで、あ、じゃあちょっと自分もちょっとこんな家作ってみたいなというのがきっかけです。ただその時は建築とか一切知らなかったんで、まあ一応高校は工業高校入って、でそこでマイクラとレゴと動物の森にはまり、でそっからますます建築欲が湧いてきて、これで今に至るわけです。まあそんな感じかな。一番好きなミニフィグは、あー悩ましい質問だな。一個だけじゃちょっとあれなんで、とりあえず5つ持ってきます。はい、5つ持ってくるって言ってたんですけど、結局10体も持ってきちゃいました。やっぱ決まんないっすね、ミニフィグは。この10体でめちゃめちゃ悩んだんですけど、この中で1つ選ぶってなったら、ちょっと待ってくれ、5時間考えさせてくれってなっちゃいます。一番好きなミニフィグはこちらの10体です。とりあえず真ん中から見ましょう。真ん中のこのミニフィグは、まあ、僕はレゴの動画は基本的に作業着つけてやってるので、まあ、作業着のミニフィグあるかなって思ってたらこれがありました。僕の作業着と一緒の灰色の作業着のミニフィグ欲しいんですけど、あれってあったかな。あれあったらまあ買おうと思います。で次はこちらの戦隊ヒーロー。これはもう本当にシンプルでかっこいいというのがやっぱり
っぱ僕のお気に入りです。ちなみに戦隊ヒーローのロボを今作ってます。でその次賞金首ハンター、これはもう完璧に見た目ですね。もうめちゃくちゃかっこいいからです。なんか戦隊ヒーローと横に並べちゃうとなんか悪役に見えちゃいますね。これ面白い。でこちらレゴブロックのコスプレイヤー、これは完全に刺さりましたね。このレゴブロックのコスプレイヤーに関してはちゃんとレゴブロックと組めれるっていうところが素晴らしいと思いました。これ確か赤色と青色あったんで、これはまあ欲しいですね。まあただ売ってるかどうかわかんないですけど。で次はこちらです。我らリフォームの匠クリーパー、いややっぱこれはもう個人的にめちゃくちゃ刺さります。このクリーパーに関してはもう本当にマイクラ忠実に作られてるので、もうこれは素晴らしいと思います。ただまあ残念な点っていうのであれば、これ足固定なんですよね。足固定なのがちょっとネックかなって思うんですけど、それを除けば完全にゲームからそのまま飛び出してきたクリーパーと言ってもいいですね。これはすごい。で残り全部はレゴスターウォーズです。まずはこのダースベイダーのミニフィグですね。これはもうめちゃくちゃかっこいいです。ちなみにこのダースベイダーは40周年記念エディションに入ってくるダースベイダーのミニフィグです。個人的には普通のダースベイダーのミニフィグが欲しいです。で次はカイロレン、やっぱかっこいいですね。まあカイロレンに関しては早くヘルメット付きのやつが欲しいです。そしてダースモール、いやもうこれはもう好き。はい個人的にもうダースモールがもうほんとドンピシャなんで、やっぱこれは本当にかっこいいと思います。そして次はグリーバス将軍。もうグリーバス将軍に関してはもう本当にクオリティが高いです。ただ実際のグリーバス将軍のカラーって後ろのバトルドロイドみたいにちょっとベージュがかってるんで、これはちょっと残念かなって思ってたんですけど、まあそれでもグリーバス将軍特有の4本腕があったり猫背があったりするので、もうこれはすごいと思いました。はい、そして最後はバトルドロイドです。ダースモール同様バトルドロイドもドンピシャなんで、これはもう好きです。はいもう早く20体ぐらい並べて飾っておきたい次です。今まで一番のセットは、一番のセットですか、悩むな。まあ一番のセットは強いて言うならレゴアーキテクチャのスタジオシリーズです。まあレゴアーキテクチャがあってこそ自分の建築があると言ってもいいので、僕の一番のセットはレゴアーキテクチャのスタジオです。あれをもう一回買うってなったらもう無理ですね。あれもう廃盤品なんで、もうどこでにも売ってないです。動くマリオとクリエイターどっち派、一日考えさせてください。やっぱどっちにも、まあ、それぞれいいところ悪いところあるんですけど、どっち派って言われてもちょっと決められないですね。これはコロナが収まったらレトロゲーセンザリガニにもう一度行きたい、いやもう行きたい、行きたくてたまらない。なんでかっていうと、質問いただいた方のコメントの一番下になんと三崎公園のゲーセンのゲームが全部レトロゲーセンザリガニに引き取られてるっていうことで、あの僕三崎公園のハウスオブザデッドやりたかったんですけど、まあちょっと、まあ、K のせいで行けれなくなってしまったんで、残念ながらやれずに終わってしまった苦い思い出があるんですけど、このコメント聞いてもう思わず行きたくなりました。ただ今大阪ちょっとやばいんで、まあ行くとなったら11月か10月あたりにもし収まってたら行こうと考えております。今撮影してるカメラでは行きません。なんでかっていうと、僕が今持っているカメラなんですけど30分しか撮れないんですよ。1回録画ボタンを押してからその30分来ちゃうともう自動的に撮影終了になっちゃうので、11月までにはもう何時間でも撮影できる一眼レフを買おうと思ってます。最後の質問、スターウォーズで泣いたシーンは、泣いたシーンですか、やっぱね、エピソード9ですかね。9結構ね泣ける要素いっぱいあるんですけど、個人的にやっぱブワッときたのは最後のあのシーンですね。レイが私はレイスカイウォーカーですっていうシーンが結構響くなーってなってエンディングが流れるんですよ。もうそこが結構素晴らしいと思いました。はい、ということで質問コーナーは以上です。今動画だから話せれる僕のまあ今の現状話そうと思います。まあ僕個人的な話っちゃ話なんですけど、最近僕の動画あんま伸びてなくって、なんか他に同時期で始めた YouTuber さんはもう500人いったりとか、中にはもう収益化してる人もいるんですけど、その中で結構僕遅れてる方なんですよね。まあ遅れてる原因に関してはまあ結構あるんですけど、その中で最も原因があるという理由があります。その理由は
動画投稿が、まあ、他の YouTuber さんと比べて、まあ、少ないことです。本当はいっぱい撮りたいんですけど、動画撮影できる時間なんですけど、1週間のうちの、1日しかありません。まあ、なんでかっていうと、撮る時間がないんですよ。僕が今行ってる学校、今2級建築士の製図の試験の、まあ、練習やってるんですけど、学校の課題が多くて、全然動画撮れてないのと、あとは、まあ動画見てる人で求めてるものといえば、やっぱレゴマリオとか、新しいレゴですよね。まあ僕は本当新しいレゴいっぱいレビューしたいんですけど、まず、まあお金ないんですよね。お金ないからちょっとレビュー難しくて、なんかちっちゃいやつばっかり買っちゃうんですよ。最近僕パソコン買ったり、ギター買ったり、あとは、カメラ買い替えるために今貯金してるので、あんまお金ないんで、家にあるレゴ基本的にほぼ去年発売したレゴだらけなんですよね。なんで最新のレゴは、まあ、買いたいんですけど、買えなくって。まあ、個人的にチャンネル登録者数が伸びないのと視聴時間が短い原因って多分これかなって思います。まあ、そんな感じですね。あとは、今僕の家にあるレゴなんですけど、結構古いものがいっぱいあって、また写真載せてきますけど、こんな感じです。動画見てる皆さんでこれ作ってほしいというのがあれば、ぜひコメントでお願いします。はい、僕の動画では質問やリクエストをどんどん受け付けておりますので、ぜひコメントでお願いします。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ